はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、退院後にですね、初めてね、内服薬をね、毎日飲んで余らずに次のね、通院の日を迎えることができました。いやー、これはすごいですよ。まあ、要はですね、飲み薬をですね、毎日欠かさずにね、飲むことができたということなんですけどもね、これはね、通院してる患者さん以外ならですね、そんなの当たり前でしょって思うことなんですけども、基礎疾患を持ってるね、通院患者さんならですね、このことがね、どれだけの快挙かっていうことがね、お分かりいただけますよね。もうね、ダメなんですけどもね、まあその毎日ね、薬を飲むのをね、忘れるんですよ。まあね、毎日こう決まった分量をね、こう飲まなあきませんのですけども、何かの拍子でね、こうスコーンってこう抜けてしまうんですわ。僕は今はまあ朝だけになりましたけども、昼も夜も寝る前にもね、その何ですか、飲まなあかんかった頃っていうのはですね、朝の飲むのを忘れてたとして、昼になって、あれ朝飲んだかなっていう風な感じになったりとか、まとめて朝の分も飲もうかなとかね、という現象がね、こう起こってたんですけどもね、朝だけになってもですね、同じことが起こってしまいます。というのもですね、こう一度のね、その通院でもらう薬の量っていうのがね、次回の通院の日までの日数分をもらいますのでね、今はね、約60日分の4種類やから、計算したらね、240錠もあるんですよ。まあ、これがね、その町のお医者さんでもらった1週間分とかやったらですね、すごく少ないっていうのを感じるしね、こうパッと見ただけでね、飲んでないわってこう、わかるんじゃないですか。それがね、240錠もあってみてくださいよ。わかりませんよ。まあ最初のうちはですね、その毎日飲むようにね、カレンダーの31日分の小分けのやつにされてるやつがですね、壁にかけれるやつで、ビニールシートのなんか袋状のなってるやつとかいっぱいある、入れるやつあるでしょ、紙やないか、入れれるやつがあるじゃないですか。それにちゃんと入れていようと試みてたんですけどもね、しかしそれに慣れてくるとですね、もう俺はもう大丈夫だっていう風な感じにこう言い切ってしまって、やめてしまってね、それなりに毎日続けてたんですけども、一度ね、あれってね、忘れてしまう日が来てしまったらですよ、もうそのテンションになってしまってますのでね、その後にもね、何回かはまたね、忘れてしまう日が来ます。これはね、実はね、入院中からもありましてね、入院初期の頃はですね、看護師さんがね、毎回来てくれて薬をチェックしてくれてるんですけども、入院生活がまあある程度経ったらですね、もう入院生活してが始まって、だいぶなるから自分で管理してくださいとね、こう突き放すような感じをね、こう柔らかく言われまして、それからね、こうたびたび忘れる日が来ては怒られるという感じでしたけどもね、ここでね、その朝の分をまとめて飲むわと言ったらですね、それはやめてとね、止められるわけなんですよ。それはなぜかと言いますとですね、先生が考えている体の変化をね、この1回飲む分量でこう変わっていくだろうというのを考えて薬を出されるのでね、まとめて飲んだら、まあ、違うような想定外の危険な反応が出てしまう可能性がね、あるので、2回分をまとめてるなどっていうのはね、良くないみたいなんですよ。まあ、このことが分かっていたので、ね、退院した後の家での生活でもですね、薬を飲み忘れてしまった日っていうのはまとめて飲まずに、そのままスルーして今回飲む分量っていうのを飲んでいました。これがね、こと子供にね、飲ます薬となるとですね、絶対に忘れないんですよね。子供がいる人ならね、わかると思いますけどもね、例えば夜にね、もうお布団に入ってね、お休みで寝るようにね、こうしている時でもですね、慌ててこうリビングにこう連れて行ってね、薬飲ませますよね。このね、危機管理能力がね、発揮される瞬間というのはですね、もうものすごくね、俊敏にね、こう動けるのにですよ、いざ自分のことになるとですね、鈍くなってしまいます。
これはいけませんよね。でもね、今回はねちゃんと毎日飲むことができたのでね、まあ、この先すごくねいいことがありそうな予感がしています。ということでね、今日はね病院にね来てるんですけどもね、っていうかね、まあ、皆さんもねもうお察しの通りだと思いますけどもね、まあ、大体ねその車の中からのねあの動画というのはですね、まあ、病院の診察の前にね撮影している回なので、まあ、この、ね、動画のねサムネイルでね分かってらっしゃることでしょうね。でそんな今日なんですけどもね、あの内科と眼科と歯科のねフルコースでございます。内科とね、眼科は、まあ、前回のね、1月21日からね、約2ヶ月ぶりでございますけどもね、歯医者に関してはですね、今月の4日だったので、あの、2週間ぶりになります。まあ、いつものようにね、あの、撮影を始める前にですね、採血の予約をしに行ったらね、まあ、今日はね、たまたまその待ち時間が少なかったので、その間に、まあ、眼科のね、視力検査だけをしに行ってね、で、採血室に戻って採血をしてもらってから、またこの車の中に戻ってきて、こういった撮影をね、しております。ほんで、まあ、そのまま編集でもしようかなと思ってるんですけどもね、あのね、診察時間までのね、その病院での待合室で待っていてもですね、まあ、この世の中なのでね、ソーシャルディスタンスをね、あの、保っててもですね、まあ、それが密じゃなくても、病院は病院なのでね、なんか車の中で待っている方がね、安全かなと思っております。ほんで、白血病のね、その骨髄移植をしたでしょ、僕。それのね、副作用とか、合併症、拒絶反応のね、症状がね、今、穏やかな状態でね、すごく調子が良くなっているとね、めっちゃええ感じで思ってるこの時期にですね、もう誰かから何かをもらってしまうとですね、まあ、これまでの努力がすごい水の泡になってしまいますからね、まあ、それだけはねすごい避けたいんですよ。あのそういえばですね、この車で待っている方式というのがね、あの郊外にあるマクドナルドでも使われてますよね。あのネットで注文してデリバリーじゃなくて受け取りに行く的なそのやつを選んだらですね、店舗に入らなくても駐車場でこうやって待っていたら、あの車までね、あの店員さんがバーって持ってきてくれるというね、その大変便利なねパターンがありますのでね、まあ、このやり方をね、まあ、ここではね最近あの採用しております。まあね、病院とねそのここの駐車場をね何回も往復するのはね、まあ、大変面倒くさくてね、まあ、血圧が上がりそうなんですけどもね、まあ、何かに感染するよりはね血圧が上がる方がマシです。この後ね内科の前のその LTFU 外来からね内科に行って、で先生に血液検査の結果次第でまあチク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 何かしら言われてですね、まあその後にね美人眼科医にね目を見てもらってね歯科に行くというね、それらのこの節目にあの編集をしてですね、という一連の流れがいつもの感じなんですけどもね、まあ、体の状態が今すごくいいのでね、まあ、ここ最近の病院ではね、まあ、これがまたねスムーズにことが進んでいくんですよ。なのでね、だからこそ今日こそね、あの免疫抑制剤がね減るとね予想しております。で先生もね前回にね、あの次回までに何もなかったら症状が出なかったらね減らしましょうとねちゃんと言ってくれてたんでね、今回はね絶対に減らしてもらいたいです。まあ、減らすことで、ね、その症状、あのねその先ほど言いました副作用、拒絶反応、何やったかな、 GVHD、合併症か、それがねその悪化する可能性はありますけども、同時にねその反応がね白血病細胞をねこう減らしてくれますのでね、体はしんどくなりますけどもね、僕はちゃんと頑張りますと言ってもまだ決まったわけじゃないのでね、宣言してもしゃあないんですけども、まあ、その後の眼科はですね、目の傷が広がっているのか、まあ小さくなっているのかどうなっているかなんですけども、暖かくなってきたのでね、その空気の乾燥がマシなんですけどもね、あの相変わらずのねドライアイはねすごい続いております。で歯医者もね前回の2週間前の続きでね、あの右上奥歯のね蓋をしてもらって、今日はもうそれ以外は手をつけてもらえなくてね、そのまま返されると思います。まあ、そんな感じでね、あのそろそろ時間なのでね行ってまいります。で今日の結果はまたね明日ね報告させていただきます。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。